ここにいたんだ。何かあるとこの場所に来ちゃうのはどうしてなのかな。こいつはこの場所にずっとあった。この町ができる前からな。だからってわけじゃないが、こいつは特別な存在だ。一度目にすれば誰も忘れることはないだろう。たとえこいつが朽ち果てようとも、目にした奴が死ぬまでな。多分ここを訪れる奴はその逆を期待しているのさ。こいつに自分のことを刻み込んで、生きて世界にあったというその事実を残そうってな。俺みたいにここへ足を運ぶ奴はきっと自分の存在に自信がないのさ。そうかもしれないね。私もいつかあなたたちのように。だからなのかな、自然とこの場所に足が向いちゃうのは。バイスがね、今のあなたと同じようなことを言ってた。私がバイスたちのことを覚えている限り、私の中で自分たちは生き続けることになるんだって。どこまでも付きまとってくるな、あのクソ野郎は。やっぱりまだバイスたちのことを恨んじゃいないって言ったら嘘になる。だからって親は選べないんだ。受け入れるより他ないだろう。ま、思ったより悪くはなかったさ。たった一つのことを除けば好き勝手して生きてこれたんだからな。そのおかげで俺は最低なクズ野郎になったが、それも当然のことだろうな。人を人とは思わない。女を道具としか見ていない。そんな風に生きてきたからな。けど、そうやって最低な自分と向かい合い、認めて改められるなら、まだ救いはあるよな。あなたは自分でそう思い込んでいるだけ。私は知ってる。あなたのすることは、みんな私たちや他の人たちのためだったこと。たまにはやりすぎかなって思ったこともあったけど、それでも本当に越えてはいけない一線は越えなかったでしょ。さあどうだろうな。俺にはよくわからない。今になって思うのは、神ってやつは結局そうやって自分の非や考えを改められなかったから、世界を破壊して滅びることしかできなかったのかもしれないってことだけだ。ま、良くも悪くも覚えられているだけマシかもしれないけどな。私は忘れない、あなたのことは。私だけじゃない、みんなもね。なら俺は生き続けられるわけか。俺の親父やお袋たちのように。ありがとうフィオナ。私こそありがとう。あなたには命の大切さや素晴らしさ、それ以外にもたくさんのことを教えてもらった。あんなに小さかったあなたが今ではこんなに大きくなって。確かに随分と小さな母親だよな。それでも俺にとってフィオナが母親であることには変わりない。悪いが後のことを頼む。後のことは私たちに任せて。だからその時まで俺もあがいてみせるさ、フィオナと同じようにな。ここにいたんですね。あんたは？私もそうですけど、何かあるとついついこの場所に足を運んでしまうんですよね。これだけ大きな木ですから、不思議な力とか何かあるのかもしれないですけど、私だけじゃなくてみんなそうなんですよ。なんだかおかしいですよね。あんた、
ハイエルフだったな。シリアムの私を見て何とも思わないのか。遠い昔の戦いで争っていたのは知っています。小さい時お話を聞かせてもらいましたから。小さい時と言っても封印を解かれた後でということですけど、私小さい時に封印されたみたいで生まれた時代のことを覚えていないんです。だから私がシリアムでも関係ないというのか。いえ、そういうわけではなくて、最初は自分がハイエルフだということも知りませんでした。目覚めた時からいろんな人たちがいて、それが当たり前だと思っていたんです。だから種族とかそういうことをこれまであまり考えたことがなくて。でもジェイナスもそうなんですけど、知っている人が年を取って死んだり、そういうのを見ているとなんだか切なくなるんです。自分だけが取り残された気分になって、同じように時を歩んでいけたらいいのにって、そう思ってしまうんです。おかしいですよね。長生きできて喜んでいいはずなのに。あんたはなんであいつと。あ、そろそろシュバルツが来る頃かな。なんだと。お前ら何してるんだ。女性同士の語らいよねえ。何が女性同士の語らいだ。ガキがませたこと言ってんじゃねえよ。子供じゃないわよ。あなたより私の方が年上なんですからね。大して変わるわけじゃねえだろ。だいたいそんななりで年上面すんなっての。それよりてめえはどうすんだ。さあな、あんたと変われれば気が楽になるかもしれないな。どんなもんか知りもしねえでよく言うぜ。あんたの境遇くらいは知ってるさ。だからといって同情するつもりもないけどな。そいつはありがたい。同情ってのをされんのが一番ムカつくからな。だいたい俺のことを考える前にてめえのことでも考えるんだな。私のことだって？一体私に何があるって言うんだ。私に残されたものは何もない。ダナオス様も死に、私には何も残されていない。そう、何もな。そうか。てめえには未来があんだろ。俺とは違ってな。だったら変わるかもしれねえし、変えられるかもしれねえ。なんでそいつを捨てる。なんでそいつにしがみつかねえ。もうこの世界に私の居場所はないんだ。生きる意味も死ぬ意味も何もない。ああ、そうさ。どうすればいいのかわからないだけさ。これからどうすればいい。私にできることなんて殺しくらいしかない。それですら全てダナオス様に言われてしたことだ。私自身の意思で考えて決めたことなんて何一つないんだよ。そうか。てめえは自分で決めたじゃないか。ダナオスと決別し俺たちと来たのはお前の意思で決めたことだろ。それはだからといって私がこれまでしてきたことを消せるわけじゃない。ああ、そりゃそうだ。心を入れ替えたからって何でもかんでもチャラにできるわけねえだろ。けどな、死ぬ気になれば何だってできる。いや、お前はもう死んでるんだよ。あの野郎とそれまでのお前と決別したあの時にな。お前はあの火山で死んだ。ここにいるのは新しいお前だ。お前に生まれ変わろうとする意志があるなら
今日がお前の生まれた日だ。新しい命をやり直せ。生きて、お前のやれることを見つけろ。もし見つけられねえなら、俺のガキの世話でもしてくれ。そいつで俺の分はチャラにしてやるよ。けど私は、私からもお願いします。これまでのことを考えれば、私たちが戦わなければならない魔物はもっと強くなっていくと思うんです。もしメルビナさんが一緒に戦ってくれれば心強いですし。私の力が必要というわけか。それは否定しません。でもそれ以上に、これから先一緒に生きていける友達がいたらなって。友達？私が？私はここにいてもいいのか？ただ飯食らわなきゃな。ええ、シュバルツの言う通り、しっかり働いてもらいますけど。まあまだ時間はある。てめえのことだ。てめえで考えて決めるんだな。さあ、私たちも行きましょう。ちょうどいいところに来たな。ちょっと頼まれてくれないか？変な薬の実験ならジェイナスあたりで試すこった。何を言っている。この薬を行商人のあれに届けてほしいだけだ。頼んだぞ。ガキの使いじゃあるまいし。シャルディエさんにはいろいろお世話になっているんだから、こんなことで文句言わないの。ち、いらっしゃい。どんどん見てって買ってって。おい、シャルディエからだ。取っとけ。姉さんから？ありがとう。シャルディエからの薬か。どこか悪いところでもあるのか？これ俺の一番のお得意さんの依頼の品。ちょっとこれ届けてくるから。じゃあね。何してんだ、こんなところで。何でもいいでしょう。放っておいてよ。何ふぬけてんだ、死にてえのか。しっかりしやがれ。てめえに死なれると俺がとばっちりを食うんだからな。神の力を封印できなくなるから。ああ、そうさ。なんだかんだ言っても今の言いなりってわけね。あんた悔しくないの？悔しいか。んな感情とうの昔になくなっちまったよ。いつも偉そうなことばかり言ってるのに、随分と情けないこと言うのね。同じ死ぬでも
イバに逆らってみたらどうなの？生き方に選択肢がなくて、死に方にだけでも選択肢があるのなら自分で選ぶさ。けど俺にはそれすらねえんだよ。どうかしら、私みたいにそう思い込んでいるだけかもしれないわよ。だったらどんだけいいだろうな。感じるんだよ、俺の中にある神の力ってやつが暴走しようとしているの。いつか抑えきれなくなった時、この体をこっぱみじんに吹き飛ばすように世界を吹っ飛ばすんだろうってことをな。それができたらどんなに楽だろうな。その時はもしかしたら痛みすら感じないのかもしれない。けどできるわけねえだろ。魂の器として封じられること、それが俺に課せられた使命で、その使命を果たさなければ世界を終わらせることになるのを知っているのに。あなた怖いのね。封印されることが、あなたがあなたでなくなることが、世界を破壊してしまうかもしれない力を持っていることが。ああ怖いさ、怖いに決まってんだろ。使命を果たさなければ俺の力で世界がぶっ壊れるんだ。けど使命を果たせば俺という存在がこの世から消えちまう。生まれた時から、いや生まれる前から決まっていた通りにな。だとしたら俺は何のために存在したんだ。ただ生贄になるために生まれてきたのか。最初から存在しないのと同じなのに、存在しようと必死になってもがいてあがいて結局消えちまうなんて、まったくバカみたいじゃねえか。ちきしょう。何よ、強がってばかりで。本当は弱いくせに。だったら最初からそう言いなさいよ。いいじゃない、傷の舐め合いでも。それで傷が癒せるなら、一人じゃないって知ることができるなら、私は私の持つ力のせいで家族を失い、自分の居場所を失ったけれど、また新しい居場所を、家族を手に入れることができた。私が勝手にそう思っているだけかもしれないけど、それでも今度こそ守ってみせる。そのためなら自分の命なんて惜しくない。だって大切なものを失う以上の悲しみはないから。あなただって守りたいんでしょ、フィオナやジュード、ジェイナスやイバのこと、あなたの大切な家族を。だから受け入れようとしているんでしょ、あなたの呪われた運命を。私も受け入れるわ、この力を。私が家族を殺した事実を。だから一緒に守らせて、あなたと私の大切なものを。らしいわね、そういう意地っ張りなところ。嫌いじゃないわよ。てめえに好かれたいなんて思っちゃいねえよ。そうね、私が勝手に言っていることだから気にしなくていいわよ。勝手にしやがれ。柱の乙女になろうなんて考えたこと後悔すんなよ。後悔なら散々してきたわ。だからもう十分。そうかい、なら好きにしな。そうさせてもらうわ。
ミルクはたくさんありますから、お行儀よくしてくださいね。あ、ダメですよ、そんなことしたら。はあ、ミルクでびしょびしょになってしまいました。あ、ちょっと、皆さん、何してるんですか。ダメです、そんなところ、はあ、ダメです。皆さん、そのようなところを舐めたら、くすぐったいですよ。ダメですってば。もう無理です。ごめんなさい、痛かったですか。これくらいどうということはない。ではこれはどうでしょう。あんた、直すつもりがあるのか？それとも、ただ私を痛めつけたいだけなのか？もちろん、直すつもりですよ。ただ、これだけのひどい傷ですから。大丈夫ですか？さっきも言っただろ、どうということはないと。私のことは気にせず、さっさとやってくれ。そうですか。それでは。はぐ、あ、苦しいと思いますけど、我慢してください。じっくり直せば、傷跡も綺麗になくなりますから。今日はあともう少しですから、頑張ってくださいね。あ、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 